どうもトレインです。本日はモコータイムハイ X ね、やっていこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc のキノピオサーキットと、よいしょ、昨日のね二の前にだけはならないように気をつけていきます。よろしくお願いします。さあどうしようかな。キノピオサーキットなんで、もう打開ぶちかましていきますか。さあミドさんいらないから捨てつつ、まあここら辺でスター出てくれるんじゃないかな。一旦止まって、まあスターこそ出なかったけど、しっかりとコインを集めながら、なんかちょっと引きに来られてる気がするから、ちょっとかわしつつ、しっかりとかわしながら、よいしょ、いやー、ちょっとやめてもろて、危ない、しっかりとコインは取って、まあ、キノさんスター、ちょっとコイン足りてないけど、まあ、このまま、一旦行きますか。さあ、スター回したいんだけど、ちょっとね、渋滞してるので、アウトのコイン回収しつつ、あ、いいね、スター引いたじゃないか、キラー引いたけど、後ろがサンダー持ってるってわけではなさそうだから、まあ、一旦ここいらでロングキラーぶちかましていきますか。ここでサンダー振れば美味しいけど、振らないと漏れなく死だね、裏がキンキノだから。振らなそう。振らなそうだね。だったらもうキンキノで上がっていくしかないね。一発上がりつつ、いや赤コーラか、ちょっと渋いなそれ。だったら止まる方が絶対強いんだよな。アイテム回して、オッケーオッケー、まあ一発スターだけでも入れて、あ、俺がサンダー引いちゃう感じね。あ、だったらこれもサンダー回避出さないように打てば絶対勝てるから、ここ、いや待って、なんかめっちゃ前の方で回避いるんだけど、嘘でしょ。おい、3位でそれ持ってるのはちょっと強くないか、さすがに。さあキノコ使って、よいしょ、前詰めるんだけど、オッケーオッケーオッケー、なんとか、まあまあまあ2位か。待ってくれ、ちょっとあの3は聞いてない、あの3ぐらいで光られて1位取るのはマジで聞いてねえわ。まあね、着物座ったスター保持がなければ1位だと考えたら、俺の立場で多分、まあ、間違ってないと思うんだよな。本当にねえ、むちゃくちゃなんだよな、そこまでスター持っていくのなかなか。まあいいでしょ、2位取れたからね。まあ全然、まあ1位は狙えると思うからね、よいしょ、それを目指してねやっていきます。コースは、ヨッシーサーキット、キノさんか。まあ一旦コイン取って、もっぱつ打開かな、これは。さあしっかりとここの落ちコインも拾いつつ、さあどうしようかな。一旦前には行ってるけども、やっぱりスターとキノさんが欲しいので、スターとキノさんじゃないですか、スターかキラーが欲しいので、ちょっと長めに止まりつつ、まあ、ちょっとダブル余らそうなのでシングルで妥協して、オッケーオッケー、スター出た。さあ裏にね、これ金のなスターキラーあたりを引いてほしいんだけど、まあ、一旦ね積もれそうな距離感で割って、オッケー、割っていきます。ちょっとキラーが出ちゃったから、さすがにこれは運搬せずに、まあ、素直にロングキラーで入っていこうかな。さあちょっとすごいアウトに回られてるヨッシーが、ヨッシーじゃないキノピオがいるんだけど、まあ一発キラー入れておいて、サンダー振らないかな、止まってるから、なんか気狂っ、土地狂って打ってくれたりしないかな。さあいい感じにロングキラーが入ってて、あー振らなそう、振らなそうだね。さあ前出ちゃったから、もうあとはサンダーが振らないことを、まあお祈りしながら走るしかないんだけど、サカコーラが、まあ当たり前のように飛んできて、あーそれはちょっと無理だね。いやーまあまあ、いやーちょっと待って、それ無敵時間当たらないのか。さあどうしようかな、こうなると超苦しいんだけど、まあ後ろが結構ねゆっくりめに行ってくれてるから、まあトゲゾウもね、まだ、いやトゲゾウ一発飛んできてたか、まあ2発目のトゲゾウのことも、いやこれもう突っ込んだ方が、あーやばい、これやってるわこれ。俺がショート化したタイミングでちょうどトゲゾウが飛んできたんだよな。さすがにこれ譲っておいた方がよくて、さあダブルを取って、いやファイヤーボールかこれ。待って、終わったくせ、それは終わった、もう。あーちょっと待って、その赤コーラを取らないでほしかった。もうちょっとむちゃくちゃが過ぎないか。回避めっちゃ多いんだけど、回避多すぎでしょ、落ち着いて。いやこれはちょっと前が苦しいから、さすがにこれは6位ぐらいで耐えれたら御の字ではあるんだけど、前もキンキノでだいぶ暴れてるから、いやまあまあ6か、いや5か、いや5か。いやーちょっと蔵裏にボムはな。どうしようもないよな今の。まあまあ5で耐えれただけマシではあるな、これは。まあちょっと今のところね、噛み合いがあまりよろしくはないけども、まあ気合さえあればね、まあなんとかまだ全然いけると思うから、まあちょこっから点数を落とさないぐらいの気持ちでねやっていきます。コースはロンドンアベニュー、まあ一旦このコースもね打開していきますか。さあぐるぐる回って、ちょっとアイテム取れてはないけども、
まあまあこっから上がっていきますか。さあコイン欲しいんだけども、ちょっとちまちま取られてるから、まあ後ろの方でねしっかりと取っていければなと思います。さあこの前の人もおお、なんかめっちゃ余ってるけど大丈夫。ここは止まる、ここはしっかり止まってコイン取りつつ、さあどうしようかな。前はいい感じに離れてるけど、めっちゃ離れてるってわけではないから、まあ全然この距離感でも問題はなさそうかな。さあジャンプアクションのとこ出ないけど、コイン余りそうかな。なんか余るんだよなこの人、この人めっちゃ余るんだよな。 OKOKOK。 さあコイン10枚になって、さあスターキラー美味しいな、このスターキラー大事にしていきたいな。さあしっかりジャンプ出して、うわどうしようかな、どこで入れようかな。これ裏にまだねサンダー持ってる気配がなさそうではあるんだけど、なんかこのスターなんだろう、キノコ保持怪しいな。一旦回してみるか、一旦回してみて、いや持ってないな。オッケー、キラー熱いんじゃないのこれ、キラーじゃないわ。一旦ちょっと待って、一旦ここで入れよう、一旦ここで入れておいて、待ってなんか前、はい、そういうこと。まあこうやってね、もう無敵アイテムがガツガツ出るときはね、しっかりと使うのが大事なんですよ。さあ1位でスターを持ってるけど、ちょっとテレサが怖い、シンプルテレサが怖いけど、まあ状況としてはかなりいいから、まあこのままガツガツ、まあ逃げ切りをね狙っていければなと思います。さあ後ろ見るけども、まあ赤コーラ飛んできたら、まあスター使うとかでも良さげではあるかな。さあしっかりと、よいしょ、ウルトラミニターボまで貯めていきまして、ここはミニターボ貯めていくか。よしさあジャンプアクションも出して、 OK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 。 いいよ、めっちゃ離れてるな。いやーこれどうしようかな、スター取られることも考えたり、まあ、トゲゾウが飛んできても大丈夫だったりっていうのを考えたら、もうショート化しちゃった方がいい気がするな。もうショート化しちゃおう、もう、ああもうああま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 あ、どうせテレサで取られてるって考えたら、まあこれはショート化し得ではあったね。さあおかげさまで、まあ、トゲゾウは食らったにせよ後ろ相当離れてるから、まあ悪くはない展開だと思いたいな。よいしょ、さあしっかりとミニターボも貯めて、オッケーオッケーオッケー、後ろから、あー待って、それ取られるのは本当に効いてない。いやでもどの道赤にだったら、まあまあオッケーオッケーオッケー、耐えれそう、いけるいけるいける、これはいったんじゃない、よーし1位、オッケー。いやまあトゲゾーで飛んできたりテレサに取られたりしたけども、いやそこで使う判断してなかったら負けてただろうね。よーし、さあ4レース目はヨッシーアイランド。どうしようかな、このコース前出るよりかは結構ね、どのレベル帯でも運搬刺さるから、まあ運搬狙いでまずは止まっていきますか。さあまずはシングルアイテム割って、うわーちょっと待って、昨日1か、じゃあ昨日3、ちょっともう表で出るのは聞いてないんだけど、まあ一旦アイテムを回しつつ、 OK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 。 さあこれ裏にスター引いて、そのまま運搬を狙っていきたいところではあるんだけども、まあ多分距離的にはです、やばい、ちょっとそれ引かれるのは痛い。まあ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 、しっかり木野さんは、木野さんスターは引いたから悪くはないんだけど、まあちょっと今のスター引かれでやや遅れ気味にはなりそうなんだよな。さあしっかりとグライダーも乗りつつ、いやこれ多分スター回しても出そうだから、一旦回しますか、一旦回して、うわ出ないのか出て欲しかったな。まあ一旦これも回そう、ここでね持ってでもね、キンキの持ってでもね勝てないんでね、しっかりこういう時はまあ思い切って回すのが大事と。さあ止まって、 OKOKOK、 シングル割っていきます。これ裏にスター、本当にスターお願い、本当にスターお願い、あーお前いらねえって、色が色は一緒だけどさ、それじゃないんだよな。待って危なすぎ、待って危なすぎる、いやもうこれもう特攻しよう、もうこれ特攻ですこれもちょっと後ろでねわちゃわちゃしてる余裕がなさそうなので、しっかりと前に特攻していきながらね詰めていきます。さあジャンプ出して、これまああとはまあ1位の人にトゲゾウが飛んできたり、2位の人がいやーなんやかんやちょっかいかけてくれたら嬉しいんだけど、オッケーギリギリ割れる。これ前の2人多分この赤いの乗れてないから相当距離詰まるんじゃないかな。オッケーオッケー、距離詰まってる、いいよいいよ、まあこの1位悪くはないな。あーただ赤コーラが怖い、赤コーラが怖いよ、これ後ろが相当近いから、まあ投げられたら終わるんだけど、まあトゲゾウも一発飛んできたし、状況的には悪くないんだよな、本当に状況的には悪くないから、これを大事にしていきたいよ。さあしっかりとアイテム取って、 OK、 バナナ引いていく。後ろがどうだ、後ろがキノコは持ってるわけではなさそうだけど、一旦ケツつけておきますか。やばい特攻してきてる、やばい、これこれグライダーをちょっと遅くして、しっかりとトゲゾウを譲っていきます。うますぎうますぎ、はいはい特攻してる、来てるけどしっかりとかわしてやる、 OK、 うますぎ、落ち着いて、やばい割れなかったけど、割れなかったけど大丈夫、誰か割ってくれる、やばい、あーやばい乗れなかった、これで抜かされるとかちょっとマジで勘弁よ、やばい抜かされそう、あー待ってもうやばい、もうちょっともうはあもうなんでこれで7位なんだよ、もう
そう。もう今の展開も若干昨日のを引きずってるとしか思えねえんだよな。もうああもう1取れたと思ったのにな今のな。あまあ切り替えていこう。あ引きずってもしゃあないからね、切り替えよう。あーコースはあーリンリンメトロ、リンリンメトロで一旦打開を狙っていきたいんだけど、まあ、スターが出ず、てかさっきもスター出てほしかったんだよな。マジでスター出てほしかったわ。結構離れてるから、まあ、多分6位でも木野さんスターあたりは積もれると思うんだけど、まあ、ちょっと積もれず一旦止まって、危ない危ないよ。いやこれぐらいの距離感だったらいける、これぐらいの距離感だったら多分出てくれず、いや距離的には悪くないんだよな。さジャンプ出して後ろめっちゃ光ってるけど、まあまあ本当は6位割りしたいけどもね。まあまあこの、おおほら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 出るんだよ。待ってこれ引かれそうだから危なくて、一旦ブレーキ、一旦ブレーキ踏みつつ、これはなんか寄ってきてる、寄ってきてるけど大丈夫。サンダー持ってそうだな、誰か持ってそうじゃねこれ。ちょっと使うわ、なんか怪しい気がする。なんか怪しさを感じた今。一発入れるけどさ振らなそうだね。これは赤コーラも俺に飛んできてるから、さすがにこれは使わざるを得なくて、おいいよこのスターループ熱いんじゃないの。さあしっかりと、うーんまあまあ電車乗れずだったけど、まあここも入れとこう。はいオッケー、はいそういうこと。まあこれぐらいはねしてもらわないと困りますよ。ちょっぺちって踏みたかったけど置く。これは置いてしっかりと後ろを爆撃して、さあ距離を稼いでいきます。さあいいよ、さあこのサンダーガヒマジ熱いよ。これはねクラクション欲しいから一旦ねダブルアイテム回していきます。さあよいしょ、これは電車危ないからしっかりとブレーキ踏みながら、よいしょ立て直していきます。さあここもクラクション狙いでアイテム回すけど OK、 よし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 。さあトゲゾ飛んできた、あと赤コーラがどんな感じで飛んでくるかのゲーミングになるんだけど、おお消えてる、ラッキーラッキー。さあ赤コーラが、いやこれで OKOK、 ブレーキしっかり踏んでなんとか間に合わせて OK、 これはさすがに後ろ間に合わないよね。よーし JOK。 うー OK。 熱い、いやあのサンダー回避マジで熱いな、めっちゃ前だったしね、後ろも相当離れてたから誰も追いつけなかったしね。よーし、さあ6レース目は DK ジャングル、まあこれはもうガツガツ前走っていきますか。よいしょ、ようやくまともな前コースがやってきてくれた。さあしっかりと、よいしょインもつきながらコインは速攻使ってね、よいしょ CTD もねパラしていきます。さあ後ろが赤コーラ持ってるかどうかだけど、持ってるかな、持ってはなさそうだな。よし一旦ダブル取って、オッケーオッケー、表コインは熱くて、さあしっかりとコインも使いつつ、まあさすがにすぐになんか投げてくるってことはしないと思ってるんだけども、まあ一旦怖いからね後ろの動向をしっかりと見ながら走っていきます。さあこれは真ん中ら辺にバナナ置きたいんだけどちょっと外れる、いやもうちょっと綺麗に真ん中置けてたらよかったんだけどね。さあ2位の人が赤コーラ持ってるけども、まあそんなすぐね赤コーラ投げてきてもまあいいことないとは分かってると思うから、まあこのままね、前走らせていただきますか。よいしょ、さあ投げてこないね、まあさすがにか、まあさすがにトゲゾーケアのことも考えたら、まあ1位を泳がせた方がね絶対美味しいからね。さあイカスミが飛んできた、ちょっとやらしそうなところにバナナを置いときつつ、オッケーオッケー、クラクション引いたけどね未だに2位の人がじゃあ赤コーラ持ってるからねちょいと渋いんだよね。さあジャンプ出して、まあ、あの赤コーラをどうにか処理することができれば問題なしブルなんだけど、まあ、ちょっと処理できないよねこれ。さあ赤コーラうわずっとほじられてるね、やらしいね。やらしいね、ちょっと3位の人ちょっかいかけてほしいんだけどちょっかいかけられてめっちゃ後ろ離れちゃってるんだよな。さあトゲゾーも飛んでこず、いやこれ怖いな、シンプルにこれクラクション回した方が良さそうであるな、ダブル防御引いた方がまだ勝ち筋ありそうな気がするんだよな。うわどうしよう、 いやまだほじろう、まだほじろう、一旦ほじろう、一旦ほじって、はいトゲゾー飛んできた、いやこんなん譲るよ、こんなん譲りますよ、ほら譲って、はいはい、もう赤コ、いや赤コーラは、いや俺かーこれ、よしよしよし、赤コーラしっかりと消して、いやなんとか、やべ、これ緑コーラ通されたら、オッケーオッケーオッケー、なんとか、なんとか赤コーラ後ろに飛んできて、いやこれ譲ったろ、絶対正解でしょ。さあ、後ろが何引いてるかだけど、赤コーラでしょ、これ投げてきたら、持ってるってことになるんだけど、大丈夫だよな、大丈夫そう、よーし、チェーンオッケー。腕出たわ、腕出ましたわ今のは。
これが腕なんすわ。よーし。さあ、7レース目は動物の森の春。まあ、今の流れかなり良かったからね、この調子でね、しっかりと勝ち星を、上げていきたいところではある。さあ、しっかりとジャンプアクション出して、よいしょ。さあ、緑コーラも速攻つけて、後ろの人にね、警戒させていきます。ちょっとブレーキ踏みつつ、やばい、ちょっとコイン取りたかったけど、まあまあまあいい。コイン取れずとも、まあ防御アイテムはしっかりあるからね、それ自体は悪くない。さあ、コインもしっかりと拾いながらね、後ろとの差をね、しっかりと広げていきます。ちょっとコイン足りないから、これは、まあ後ろとの余裕もあるし、一発コイン取りに行っても良さそうではあるな。さあ、しっかりと、いや、真ん中の方に置きたかったけど、置けなかったから、まあ一旦これはボム兵でしっかりと、まあ2、3あたりをね、そちらかしていきます。さあ、ちょっとコイン取れてないけども、まあまあまあしっかりどっかしらで取れると思うから問題なくて、さあダブル防御あとは引いておきたいな。ダブル防御ないしは、クラクションあたりを積もっておきたいところである。差し替えてジャンプアクション出して、さあこれは回せそうだからしっかりと回して、いや出ないなこれ。てか2位のリンクさ、多分コンピューターだよな。なんか走りがコンピューターな気がするんだけど、いやでもコンピューターじゃないな、さすがにコンピューターじゃないか。一旦後ろ捨てておいて当たらず。さあコインか、まあこれはシンプルにコイン復帰でまあ戦っていければなっていったところかな。さあしっかりと食らって、あでも後ろが相当離れてるからまだいけるな、まだいける、まだ前張れるが、いやー、まあサンダー振って防御熱い、防御はマジ熱い。さあここはジャンプアクション出して、少しでも少しでも加速していく姿勢。いやなんか待って、やばすぎー、何それ、誰今の、何今のボメ、マジでやばすぎるんだけど。ちょっとあのまずい、苦しいけど、苦しいけど、なんとかアイテム取って立て直していきたい。オッケーオッケー、右ダブル余ってて、うわーキノコ欲しいよ、キノコ欲しいマジで。とりあえずよいしょ、前2人なんか1人でもやれないから、やれそうにないけど、オッケー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 。さあ前詰めて、頼むキノコくれ、頼むキノコちょうだい、ナイスナイスですよ。ショートカットしっかりぶちばらして、ジャンプアクション出しつつの、いやこういうことなんだよね、こういうことなんよ。さあ徐々に流れを掴んできております。トレイン選手、コースはココナッツモール。いやこの流れは確実に来てるから、これはもう取り散らかすよ。あーよいしょ。さあどうしようかな、一旦前だな、一旦前行くか。よいしょ。さあしっかりとジャンプアクションも出しつつ、まあコインは速攻使って、よいしょ、少しでもね、赤コーラ俺じゃない、全然悪くない。さあ1人前出てるけど、あどうしようかな、まあ、あの人結構点数取ってたから、まあ、ね、なんやかんや前走ってくれると思うから、一旦泳がしといても良さそうではあるな。さあ後ろがまあ割かし余裕ありそうなので、しっかりと、コインを取っていきながら、さあ危ないね、どうしようかな、一旦赤コーラは、まあ、投げておきますか。多分スルーでどっか行くだろうけど、待ってその反射が怖い、反射が怖い、危ねえマジで。なんかやっぱなんか緑コーラ2種宿ってると思うんだよな。さあ1位がまあ独走してるから、まあこのままトゲ待ちで良さそうではあるかな。さあジャンプ出して、あコイン取りたい、オッケーオッケー、1枚でもしっかりとね、オッケートゲゾー飛んできた。ここで怖いのはボム兵なんだけど、ボム兵持ってなさそうだね。さあしっかりとトゲゾー食らってもろて、オッケーオッケーオッケー。さあこのまま逃げ切り狙っていきますか、まあ、できればね赤コーラの裏にねキノコはないしを積もっておきたかったんだけどもね。さあさあ赤コーラが飛んできたから、さすがに消しつつ、いやサンダーのタイミングがちょっとあの苦しいけど、苦しいけど、これはねちょっとグライダー優先した方が良さそう。コインはね、まあ、最悪どこでもね、ちょっとあの赤コーラ引きすぎじゃない、まあいいんだけどさ、前出てくれて、いやあのそれはちょっとさ、あのさそれはちょっとやりすぎじゃない、さすがにちょっとやめて、本当にやめて、本当に投げないで、投げないで、分かったから、分かったから、もうなんで追いつくの、なんで追いつくんだよ、ちょっとあのやられすぎなんだけど。いやコインめっちゃ減っちゃったなこれ。相当しんどいんだけど、いやもうこれ突っ込むしかないもんね。さあジャンプ出して、まあ一旦赤コーラ投げておきますか、一旦赤コーラ投げて、まあ食らってなさそうではあるけども、まあまあそれは全然よくて、ちょっと待ってボム兵の音聞こえた、いやーもう無理だねそれは。そのファイヤーボールは無理だね、待ってやばすぎ、いろいろやばすぎるから、待ってこれちょっともうグライダー乗ろう、いやーもうちょっとキノコのタイミングも悪い、ちょっと待ってもう何このゲーム、何ですかこのゲーム、いやー7か7かもう何本当に何なんこのゲーム。なんかちょっとあのなんかちょいちょいハードモードな展開が来るんちゃ来るんだけども、よいしょ、まあまだギリランクインは狙えると思うから、しっかりとね勝ち切っていきたいところではある。コースは
メリーメリーマウンテン、これは金欲しいから、あー押された押されたね。これどうしようかな。まあこれはねもうね、キノさんスター持って打開した方がいいと思うので、まあ一旦後ろからね立ち回っていければなと思います。さあ人の落としたコインをしっかりとねかすめ取りながら、さあちょっとあのめっちゃゆっくり走られてるんだけど、アイテム欲しいのでしっかりと、止まりつつ走るんだけど、いやこれ渋いな。テレサがなちょっと渋いんだよな。いやこれ回すか。ちょっと初都会行きたいところではあるけども、いやちょっと待って、アイテム回せない、アイテム回せないけど、いや落ち着け。まあなんとかな、まだなんとかなると思うから、一旦ここで冷静さを持つ。さあしっかりとコイン取って、どうしようかな。これ9位で割ってできればスター確定させたいから、あまあちょっと遅くても9位で割ることは意識していきたい。 OKOK。 さあこれで9位割って、なるべくここでスター。あーお前いらな、マジで。おーやばい、それはまずい、それはまずくて、しかもこれ回さないとさすがに厳しそうだから回すんだけど、なんだろうな本当に、いつもいいタイミングでトゲゾーじゃないな。あーサンダー引いちゃう、サンダー引いちゃったらもう打った方が良さそうだね。これ早めに打っておいて、まあ前の人たちにアイテムいっぱい取られはするけども、まあ全然これで悪くはないと思うんだよね。さあと、赤甲羅が飛んできたからさすがに、まあキラーをぶちぱなして上がってまいります。さあすごいいいとこまで持ってこれたよ。 OKOKOK。 ちょっと待って、伸びすぎでは、待って伸びすぎでは、これ後ろに赤甲羅積もられると終わるし、後ろがミドさんで、まあ、特攻してくる可能性があるのでね、少し距離をね離していきます。はいはい、特攻してきた。まあさすがにそれはね当たりませんよと。さあしっかりとジャンプアクション出して、その緑コーラも当たらない、僕には見えております。さあこっから怖いのが赤コーラだけど、まあ赤コーラ一発ぐらいだったらなんとかなると思うから、しっかりショート化でね、よいしょ、刺してまいります。さあサンダー振った、いやこれ勝ち確なんじゃないの。だってこれもう後ろの人アイテム過ぎてたはずだし、あーなんかキラーの裏にさトゲゾー出てきたんだけど、いやでも大丈夫、さすがに大丈夫、さすがに大丈夫だよね。よーし、チェーオッケー。いやでかーマジで。完全にね今俺の脳内にミリアザチャンピオン流れた。よしでけー。さあ10レース目はキノコキャニオン、どうしようかな。前走りたいっちゃ走りたいけども、キノコもまあ揃えてきたさあるから、一旦コインを取ってまあちょっと後ろ行きつつキノコを引けていければなって感じかな。さあ一旦ジャンプアクションも出しつつ、イエーイ、ちょっといなかったですけどね。さあこれなんかすごいすごい渋滞してる、すごい渋滞してるけど、多分キノさんスターが出てくれて、 OKOKOK。 さあお金ちょっと足りないけども、まあどっかしらで集めれると思うから、まあ一旦このままね走ってまいりますか。よいしょ。さあどうしようかな、これスター使わなくても良さそうではあるんだよな正直。うっ、やっば今の、いや今の冷静でしょ、今の完全に当たると思って使ったもんね。さあどうしようかな、一旦キノコは持ってるけど、まあ後ろの人が赤コーラパシパシ投げるタイプの武闘派だったらちょっとまずいんだけども、まあこのまま一旦行きますか。さあしっかりとジャンプアクションも出しつつ、まあさすがにコインだよね、まあさすがにコインで、まあこれはもう初都化でガツガツ使っていく方向で良さそうではあるかな。イカスミも飛んできたしね、ちょうどいいわ。さあしっかりとジャンプアクションも出して、さあショートカットして、消えてくれなそうだねこれ、消えてくれず、いやでもこれね後ろの人がね、いやトゲゾも飛んできた、あーもう何このゲーム。いやもうこれね、これ冷静にね2割です、これ冷静に2割をして、キノコを引くムーブをかます。だからキノコ引かないと多分負けるから、よっしゃ。さあジャンプアクションはちょっと出ないけど、落ち着いて落ち着いて、そうそう後ろが前がなんか2人で譲り合いしてるから、頼むマジでキノコ、マジでキノコ、いやキノコ引けないか、キノコ引けずで、まあ、とりあえず2位の人はやれそうだな、2位の人はやれそうだから一発やっておいて、さあしっかり、なんか当たってないんだけど、待ってなんで、君君キノコ持ってたん、何コイン持ってたんじゃないの。いやキノコ引けずか、いやなんかいっぱい落ちてるし、あれ拾えてたら美味しかったけど、まあまあさすがにか、まあさすがにこれは、いやまあ3位か。いや3割してるからね、キノコ引いて欲しかったな。まあ出てたら確実に1位ではあったな、まあまあいいでしょう。さあ11レース目はまたまたココナッツモール、ちょっとさっきみたいな展開はねもうやめてほしいから、ちょっとそこだけお願いいたします。どうしようかな、まず一旦キノコ引いて上がっていきたいから、ちょいと軽くブレーキ踏んでね、後ろの方でアイテム割ったんだけども出ず、さあ風も取りたかったんだけど取れなさそうだから、まあ、待ってこれこれまずいな、こっち行こう、一旦ちょっとこっち行ってしっかりとラインをね、よいしょ、うまいことごまかしつつ走ってまいります。
さあキノコ2つ引いたはいいけどもちょっとねこれ前が遠いからね、一旦ブロス一旦コインを取りに行きたい。アイテムも回していきますか。さあめっちゃこれ赤コラ絶対俺だもんな。いや俺じゃなかった、俺じゃなかったんだったら使わなくてよかったんだけど、まあいいや、一旦3位走っておきますか。一旦3位走ってまあ展開をね様子見つつまあ走っていければなって感じなんだけど、これ上から敵が降ってくるから一旦バナさんで武装しておきます。さあトゲゾ飛んできた、これ後ろ裏にね、裏にあれ引いてほしい。キノコ引いてくれたらめちゃめちゃ御の字なんだけど、頼む。ブーメランか、まあ悪くはないな、全然悪くはない。さあしっかりとバナさん展開で1位踊り出ていきます。まあこれだったら2位の人もね俺のこと崩しにくいと思うから、わりかしで1位は硬いと見ていいと思うんだけどな、なんかとんでもないことが起きない限りね。はい、一旦赤コーラが飛んでくる、まあそれはしっかりとね防いでまいりまして、まあ2位との差もまあいい感じに離れてるから悪くはないな。さあジャンプは出てないけども、待ってこれ大丈夫か、これはしっかり置こう、しっかり置いて防いでまいります。さあ赤に飛んできたけども、まあこっちとらね、まあ、ブーメランまだ3頭も残ってるし、いやこれでグライダー行かない方がいいわ。グライダーだとねブーメランで防げない可能性もあるから、しっかりとしたルートで、まあ、確実にね安全に防いでいきます。 OK、 しっかりと防いでいって、赤コーラはもうさすがに飛んでこないか。はいはい飛んできてるけど、ブーメランでしっかり消して、よーし OK。 いやもう完璧な守りだったわ、まあ、あれ崩されるわけないもんね。よーし、さあ12レース目はまたまた動物の森、よいしょ。あーまあ一旦1位乗ればギリランクインはできるかなと思ってるんだけど、まあそれぐらいの結構僅差なあれなので、まあしっかりとね1位は取って締めていきたいところではある。さあしっかりとコインも取りつつ、赤コラ投げられるけどまあ問題なしブルと、さあしっかりとアイテムも取りつつ、まあコインはね速攻使ってまいります。さあ後ろが、まあ、赤コラポイポイゲーミングだからちょっと気をつけていきたいところである。一旦コインがねよいしょ足りてないので、しっかりと拾いつつ、さあ赤コーラはまあ防げないと、いや防げてるわ。どこに目ついてるんだ。さあショット化してきて、さあ赤コーラ投げられててだいぶ近いな、123めっちゃ近いから、まあかなり緊迫した状況ではあるんですけど、まあどうしようかな、まあこっからなんか自分から直接手を汚さなくても良さそうであるから、一旦スナイプを狙っておいて相手もね回していきます。これは赤コーラちょっと落ちてるバナナで消せなそうだから、まあしっかりと緑コーラでね対処していきます。さあ怖いな、2位の人がポイポイゲーミングだったら、いやトゲゾも飛んできた、ポイポイゲーミングだ、まあさすがにこれは赤コーラ防がないといけないね。いやー投げられるか、あーこうなると苦しいんだけども、もう巻き込みに行こう。巻き込みに行こう。邪魔しておいて、やばい、ファイアーボーラー効いてない、ファイアーボーラー効いてないです。いやーサンダーも降る。超絶地獄なんだけど、なんかコンピューター回避してるんだけど、なんかコンピューターが回避してて、さあこのリンゴとみかんももらっていきながら、オッケーオッケーオッケー、なんとか耐えております、なんとかトレイン耐えております。あーアイテム取れる、さあしっかり1個取って、キノイチか、キノイチちょっと渋いけど、まあ行くしかないね。さあキノコ持ちがいっぱいいるから、コールちょっと待って、みんなキノコ持ってない、あプレイロッキー助かった。さあ赤コーラ投げられてるけど大丈夫そう、待って押されたからしっかりと待って、いやキノコいけるんかよ、落ち着いて、なんとかいける、おっと、いやー何回1 何回1 はぁ、あ、なんで